から、お話しするわけで、アンコールはございます。曲を聞くだけ、この曲はですね、ウグテーシャーズカイというモンゴルのメニューです。4人で、演奏します。しかし、ワッペッテンさん、それからドリボンさん、メルモンセルさん、3人で歌います。僕だけ、はいはい。なんで歌うのか、この曲と編曲。しかし、本日のプランのほとんどの本郷曲の編曲は僕自分でしたので、まあ、特別サービスで、今回歌うのはちょっと遠慮したという。それでは、本日の歌を歌ってみます。傘下げという鳥だったそうです。でうるさい傘下げという意味があります。非常に楽しい曲です。僕を準備したんです。それでは、最後に、アンコールを聴きます。日本の名前がございまして、必ず言いたくて、服部半蔵。